私はいいって言ってるのに、直樹がどうしてもお手伝いさせてくださいって言うからさ。無視しないように。カフェテリアで食べたり自分で作ったりです。どんなの作るの？え、そんなに特別なものは作らないよ。肉じゃがとか。それなら自分でやれば。わかればよろしい。あ、そろそろ。
晩ご飯作るからお風呂やっといてよ。チャーハンか、うまそうだな。レタスチャーハンよ。あと杏仁豆腐、直樹がどうしても食べたいんだって。よし食べよう。授業中になっちゃって大変だったんだって。祭りも授業中にダメだろ。だってめちゃめちゃ眠くなる授業だったのも。直樹みたいに寝るよりはマシでしょ。直樹くんもほどほどにね。なんて口の利き方を。やっぱり私たちの帰りが毎日遅いせいでしょうか。ああ、コミュニケーション不足だったかもしれんな。ああ、お母さん泣かせちゃって。私がついてるからね。ありがとう。時々忘れてるでしょ。あれ勘弁してよね。後から入る人の身にもなってよ。お断りします。セクハラはいかんな。なんということか。そうね。ちゃんと起きるのよ。
しないでね。期待できない返事。はいはい、だね。済むんじゃないかな。全然。うるしいわね、クズミ君。
木さん。おはようございます。おはよう。やっぱ朝ごはんの気がつらいわ。年中行事ってやつですか？私、季節ネタが気になる方なの。私は気にならないかな。私は気になる派。ま、そういうわけで世間の流れに従ったのですよ。ダイエットは永遠のテーマだからね。面白みに欠けるかな。あ、そうだ、私の誕生日515だからよろしく。長崎さんどうしたの？気合を入れても天ヶ崎さんってスタイル悪くないけど、切り口の意見は初めて聞きました。